そうですね、今週は写真集も出て冠ライブもあってシュープレさんもあってレイちゃんウィークでしたね。ありがとうございました。パチ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 。はいはい、オープニングからねセーラー服から始まるっていう、あの写真集と同じ始まり方をさせていただきました。あのセーラー服はめっちゃあの写真集に、写真集で着たセーラー服に似てるのを探して、ちょっと色が違うんですけど、でも結構ね似てて同じ感じの見つけたんで、はい、来ました。そうめっちゃね1曲目めっちゃ迷ったんですけど、すごい1ページ目からなんかすごい儚いっていっぱい言っていただいたので、なんかそんな感じが出たらいいなと思って清純フィロソフィーにしましたね。雰囲気雰囲気で、はい、清純フィロソフィーいいなって思いました。歌いやすいですね。そう、スイカベイビーは2曲目のスイカベイビーはですね、知らぬ間に僕は恋してしまったっていう歌詞のワンフレーズがあの写真集っぽいなって、そこだけなんです、そこだけなんですけど、はい、なのでスイカベイビーで、ギンガムチェックはですね、あ、ギンガムチェックなんで入れたか分かりますか。ギンガムチェックはほんまにすごいね、ワンフレーズがめっちゃあるんです。わかります、なんで入れたか。なるほど、ギンガムチェックはギンガムチェックはね A メロの自転車を押して歩く君が、無邪気に笑うってとこがね、あの自転車のシーンと合ってて、はい、写真集を見ながらしましょうか。15ページのとこですね、はい、自転車を押して、自転車を押して歩く君が無邪気に笑うでしたね、はい、そうなんです、そこから選びました。お、思い浮かびました。はい、先生何ページですか。ですね、15ページです、はい、結構ねこの冠ライブしますって言っていっぱいね瀬取りを当てようと思う、なんか瀬取り予想みたいの書いてくださってる方がいっぱいいたんですけど、あ、かわいい、ありがとうございます。いっぱいいたんですけど全然当たらなかったでしょ、はいあ、お城や、ありがとうございます。お城ありがとうございます。石町さんありがとうございます。はい、
そうなんです。で、ギンガムチェックからの、あ、彼女になりますか、あのバスケットのインターンハイですね。皆さんは青春のラップタイムを予想してたと思うんですが、ぐるっと曲がって彼女になれますかでした。はい、でした。はい、この1曲目から青春フィロソフィー、スイカベイビー、ギンガムチェック、彼女になれますかは制服でちょっとね妹風みたいな感じだったんですけど、まあでも彼女になりますかがね、ちょっとあのタイトル的に多分彼女感あるんですけど、でも妹感を出したくて、はい、やりましたね。はい、そしてからの大人コーナーに行く前に、このね4曲の制服妹風みたいなのを出したくて、あの制服のね動画を流しました。虹の作り方を流しながら、あの動画はデートじゃなくて仲のいい女の子みたいな感じですね。テーマは仲のいい女の子みたいな感じなんで、ちょっとあのほんまに妹って感じの動画にしました。デートじゃなくて、はい、そうで、そんな感じです。先輩後輩みたいな感じです。はい、そう、ぬいぐるみ取ったんです。すごくないですか、大拍手してください。パチ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 取れたんですよ、あのぬいぐるみ。たまたま取れました。なんかよしよしよし、はい、あれはかりんちゃんがね撮ってくれたんですけど、はい、大拍手ちょうどねめっちゃ天気良くてめっちゃねいい動画が撮れましたはいはい、そしてからの大人コーナーはまだ付き合ってはないんですけど頑張って大人背伸びをしてるって感じでね、抱きしめ、背中から抱きしめて、抱きしめられたら純愛のクレッシェンドで盗まれた唇でした。ここは大人コーナーなんですけど、盗まれた唇は MV があの火、焚き火、焚き火って言うんですか、あれ火が燃えてるんです。 MV で MV がめっちゃ私のあの焚き火のところとあの雰囲気が似てたんで盗まれた唇をして、はい、盗まれた唇の元の MV、 ちゃんとした MV が似てたので、よかったら見てみてください。一曲なので結構昔のコーナー、昔の曲ですね。はい、そうなんですはい、なんか悩んで、うーん、大人コーナーで写真集に合う曲って思って考えてたら、あのかりんちゃんがね盗まれた唇の MV がそんな感じだよって教えてくれて、なのでその曲を入れました。はい、あの盗まれた唇の時に流した動画は、動画もあの付き合う前みたいな感じですね。お付き合いする前の、はい、頑張って背伸びしたみたいな感じです。はいはいはい、そしてからの、はい、しおりおじさんパンパンはい、しおりんがね出てくれました。出てほしいなって思って
出てって言ったら出てくれました。ほんまにめっちゃね、私以上にめっちゃ写真集のねいいところをいっぱい言ってめっちゃ宣伝してくれて本当に。はい、あのね、あのスクリーンに映し出されたオフショットもほぼねどこにも出てないオフショットで、あの紺のランジェリーのところとかもね、あれが初出しでしたね、オフショットは。ほんまにめっちゃね、お話ししてくれてありがたい。めっちゃあのファンの皆さんのね、ちょっと我慢しきれなかった笑い声が聞こえてきました。私もね、あの橋でねめっちゃ聞きながら笑ってました。ほんまに面白い。そうなんです、もうね付箋めっちゃ貼ってくれてましたよね、ほんまに。優しい、めっちゃ喋ってくれて、 T シャツもね、あのオタク衣装で T シャツは私の生誕ティーを着てくれてて。もういいだもん、めっちゃそれ見た瞬間めっちゃびっくりしたもん、え、付箋の量やばいって。さすがですね、ありがたい、パチ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 。皆さんもね結構ひよりおじさん来ないのって楽しみにしてくださってた方もいらっしゃってね、はい、来ました、しおりおじさん。動画ではいつも動画とかツイッターとかのあの文字ではいつもね途中で終わっちゃうんで、今回は来ていただきました。しおりん曰く全然足りんかったって言ってました。まだまだ喋れるみたいです、すごいほんまに。ほんまにあのめっちゃね、あんな風にしおりおじさんみたいなのしてくれるんですけど、しおりんもほんまにやばい。スタイル、これもこの前も言いましたね、この前の配信でも、ほんまにしおりんスタイルめっちゃ良いから。白くて細くてボンキュッポンで。ほんまにねえ、ほんまに隠しきれてないんですよ、マジマジ。お尻もめっちゃいいんですよ、あれお尻めっちゃいいお尻してますから、ぜひ見てほしい。はい、はい、そして次はね妹となってきて、次は彼女になりました、彼女です。12秒から始まりました、私の大好きな曲。結構ねこの12秒のコーナーは好きな曲を埋め込みました、好きな曲でちょっと彼女感がある曲を埋め込みました。はい、そうなんです、ここはこのコーナーは多分一番セーラー服の次ぐらいに写真集に寄せて、曲はまあ彼女感で、そして私の好きな曲を入れたんですけど、あのアンジービーのセーター着てたんですよ、写真集で。わかりました、皆さん、写真集で着てたアンジービーのセーターと、あとねそこの写真集の着てアンジービーのセーターを着てたところのレイちゃんと同じツインテールをしました、髪型。あ、気づいた、おー嬉しい、そうウサギさんみたいなところです。はい、はい、そしてね12秒の時に流した動画はお家で、もうお家に行って彼女感みたいな感じですね、はい、あれはめっちゃ早朝に撮ったんですよ、めっちゃ早朝で、あのベランダで歌ってるシーンあるじゃないですか、ベランダで歌ってるところがあった、ベランダの動画のシーンがあったんですけど、そことか朝の7時とか6時半とか
にね撮ってめっちゃねいい感じに太陽の光が差し込んできて、超あそこもめっちゃいい動画撮れました。グッチョ。はい、そうですよね、映像と、まあ嬉しいです、ありがとうございます、私のことも見てくれて。そう、 VTR でも歌ってました。盗まれた唇と12秒で流した動画は MV 風に作りたいなと思って12秒で歌ってましたね。はい、めっちゃお気に入りあの動画。はい、からの意地悪中、意地悪中めっちゃやりたかったんです、できました、めっちゃ可愛いですよね、ほんまにやっとできた、パチパチパチ。はい、意地悪中からのハート型ウイルス、わーい。ハート型ウイルスはずっとセンターをしてみたくて、センターをして、そしてセリフもやってみたかったんですけど、なかなかね機会がなくて、今回初めてやりました、わーい、嬉しい。ハート型ウイルスしました、ハート型ウイルス久しぶりでしたね、私のセリフ付き。はい、からのキスは待つしかないのでしょうか、これもやりたかったんです、めっちゃ可愛い。はい、できました、全部できた、はあ、嬉しい。はい、セリフからのセリフっていうね。はい、ありがとうございました。めっちゃ好きなんです、キスを待つしかないでなんでしょうか、めっちゃ可愛い。はい、やりました。はい、からのアンコールをしていただいて、そして動画を流させていただいたんですが、あれは写真集公式ツイッターに上がってる動画を、2つの動画をね流させていただきました。パチ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 。そうなんです、アーヤンがね見てくれてたみたいで。でもなんだっけな、キスしませんかってめっちゃ、かってめっちゃ上がっちゃって、やっちまったって思ったんですけど、まあパチパチって言ってくれてるから、まあいいということで。はい、からのある日不意に、わーい。これは好きというその感情は知らぬ間に芽生えるものかっていうね、最後の2フレーズ、このフレーズ歌詞が、あのいつの間にか恋に落ちていたっていう、全体として見たらきっと全然ね合ってないかもしれないんですけど、そのそこの歌詞の2つだけ見て合うなと思ってね、はい、この曲を選びました。最後にね、ね、はい。はい、優しくて温かい目で見守ってくださってありがとうございました。はい、そして一番最後はね、私の大好きな曲を永遠プレッシャーを歌わせていただきました。パチ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 。ふんふん、ありがとうございました、本当に初めて、でもめっちゃもっと、あ、緊張してました、私見てて、もっとねもう死に、もう死ぬってなるくらい緊張するかなと思ったんですけど、でもあの幕開いた瞬間ファンの人しかやっぱいなかったんで安心してできました、割と。落ち着いて見えた。はい、
昔に比べたら落ち着いた。いやほんそうですよね昔はもう笑顔さえできてなかった、笑えてなかったから。はいでした、ありがとうございました。皆さん A 曲でも当たってた方いらっしゃいますか。あ、永遠プレッシャー以外でね。あ、彼女になれますか、候補ってなった。あ、そうなんや。彼女になれますか、そうなんです。なるほど。はい、結構ね、いつもちょっと暗めの歌詞が、ちょっと暗めの、暗めっていうかなんかね、ボーンって感じのやつをね、のセンターとかをさせていただく、させていただくっていうかのセンターをね、ラピスとかでしたいっていうことが多かったんですけど、だからそういうの入ってるかなと思ったと思うんですけど、今回は結構可愛い目の曲をやらせていただきました。はい、はい、やりたいなと思ったんですけど、でも写真集のその雰囲気と合わないかったんでやめてきました。はい、そうなんです、めっちゃ可愛い曲大好き。いやほんまにキスは待つしかないのでしょうか、大好きなんです。可愛い、めっちゃ超可愛い。はいでした。はい、ツインテールもしてね、本当はね背中から抱きしめてで、あのポニーテールしたかったんですけど、でもあのセクシーに見えるのはやっぱおろしかなと思ったのでおろしにしました。あ、そうなんです、この間のねラジオでもねキス待ちを流してて、はいほんまにしおりおじさんほんまにすごかったですね、ほんまにありがたやしおりおじさま様はい、純愛のクレッシェンドはね珍しいですよね、やりましたお、ということは皆さん劇場に来るタイミングがあったということは、ツタヤビス橋店さんのパネル展見に行ってくれました。ねえ、しおりんがねめっちゃ、しおりんのおかげではい成功しましたほんまにありがたい、私本当に本当に MC ダメなんで、ありがたい、ありがとう、本当にしおりんありがとう。あ、行ったって、ありがとう、おすごいいっぱい行ったよって、ありがとうございます、写真も撮ってくれてありがとう、ありがとうございます。本当にめっちゃびっくりしたくないですか、超でかくてめっちゃ嬉しかった、ほんまにいいだもんもうコメントも全部見たよってありがとうございます。
私はあのね、下の下にある下の方に貼ってある大きめのこの横顔のアップのショットがねめっちゃお気に入りです。あそこはあの蔦屋恵比寿橋店さんって書いてるね、私がそう書いたパネルです、あのパネルですね。想像以上に大きくて、そうなんです、リーダーも初めて見た時めっちゃびっくりした、めっちゃでかいってテンション上がりましたね。そう、サインいっぱい書いてコメントもいっぱい書きました。ほんまにあんな大きなコーナー作っていただけることなかなかないですからね、一人でってほんまに貴重、ありがとうございます、ありがたや。一枚一枚写真残した、嬉しい、ありがとうございます、皆さん本当に。そう、ちょっとだけ腹筋、はい、でした、ありがとうございました。皆さんめっちゃもうやった、ほんまにね、どこを見渡してもファンの方やったんでね、そして久しぶりの方もいたり、久しぶりの方も初めましての方もいましたね、ありがとうございました。本当にね、ちょっとねこうパンパパンってね、さりげなくやってくださっててね、安心しました。写真集もね持ってきてくださってましたね、最初の MC で聞くの忘れてたマジ。はい、ありがとうございました皆さん。そう、しおりんが確認してくれますね、そうなんです、シュープレさんもすぐね変わっちゃいます、はい、本当にありがとうございました。はい、しかしげさんもね、あの声出演ということで、はい、していただきました、チパチパチ、ありがとうございます。
めっちゃ笑っちゃった。飯田しおりんのそのそこのとこ面白かった、ほんまに。はい、 DM とかね、 Twitter のコメントとかもメールの返信も見れてるんで、ぜひどこかね返信しやすい場所で、はい、待ってます、皆さんの返事。写真集付箋尽くしにするって。はい。そうなんです、今日はね、今日も昨日もお話し会があって、はい、いっぱいファンの方と楽しめました。ありがとうございました。そう、今日のね、今日も昨日もお話し会でもめっちゃ写真集持って見たよっていっぱい感想聞けました。まだね袋に入ってる方とかもいらっしゃったんで、ぜひ見てね感想言いに来てください。そう、インタビューもめっちゃなんか褒めてもらえるんです。インタビュー良かったよってめっちゃ言ってもらえたんで、ファンの人に。ぜひ見てない方見てください。そう、めっちゃねポスターコンプしてくださってる方とか、ポスターとかポストカード、あとシュープレさんとねセットで飾ってくださってる方とか、ヒーラはポスターはですね、イーダはこのグレーのキャミの方が、キャミのが好きです。ひまわりのポスターの反対側が好きです。でもひまわりも好き、全部好きなんですよね。ぜひね、まだ見てない、今から見るよって方は写真集を見て、シュープレさんの DVD、 あ、シュープレさんとシュープレさん DVD 見て、写真集見て、で、カムリライブ見てください。3点セット。お、8枚全部飾る、嬉しい。嬉しい。そう、グレーのタンクトップかな。はい、お、れいちゃん3点セット、おお。懐かしのれいちゃん3点セット、鎖骨、お胸、くびれ、れいちゃん3点セット。お、で感想を伝えるの4点セット、お、4点、はーい。お、そうなんです、これから腰のハートも増えた、ほんまや、腰のハート。でも
でも調子いいくてよくて、めっちゃ見える時とめっちゃ全然見えへん時があるからそう、ひくぼ嬉しい。ほんまにびっくりですよね最初腰にハートあるって言われた時嘘やって思ったもん。でも写真見たらめっちゃハートやってびっくりした嬉しい。ハート型のセリフはね、関西弁でしました。じゃん。見てください、じゃんじゃじゃん、あじゃん。これね、ツタヤさんでね、恵比寿橋店さんでね、あのネットサイン会、オンラインサイン、ネットサイン会させていただいた時に楽屋にあったんです。もらってきました見て、ここにね勝利いるんですすごくないですか？嬉しい、めっちゃ持って帰ってきましたそうそうなんです、しおりんがいる。お手紙はね、恵比寿橋線の NMB ホテル担当した。はい、今日はお腹ならないです。いっぱい食べたんで。ほんまですね。ハート型のイクボあるから、ハート型ウイルスそれでいける。ハート型イクボ。はい、ではあと5分なので、4分か。はい、なのでランキング読みます。